嬉しくてしょうがないです。なんで私なんかね、こんな女優部門なんていただけると思わなかったわよ。女優部門ということで。女優部門じゃないですよ、ね。リンゴちゃんです。おめでとうございます。それでは宮沢役員からトロフィーが贈られます。かなりの重さがあるんですよ。もういない女優部門ということで。女優部門じゃないですよ、お笑い芸人部門ですよ。そうなんですか。ちゃんとリンゴちゃんになってますね。さっきまでリンゴくんでしたけど。そんなことないです。あれです、出荷前だったので、はい、出荷前、はい、あ、出荷前あんな感じなんですね。そうです。あー、綺麗になって今本当に追いついていないです。まだね、状況がほら、どうですか、状況とか。なんて言いますか、ご両親とかはなんておっしゃってますか。なんか親はどっちかというと変わらず、全然毎日電話するんですけど、私毎日電話してる。はい、毎日電話するの。それもでも東京にこう上京し始めて10年以上経つんですけど、それは変わらずで、時間が今時間に追われてる幸せを感じています。なるほど、前は逆にいっぱい時間があったから。そうです。でもこの喜び、武田鉄矢さんで表現するとしたらどんな感じになりますかね。あ、もう嬉しくてしょうがないです。え、合ってます。なんか普通のこと言ってます。私全く全く問題ないですよ。はい、ね、でもこの受賞をマツコが聞いたらどう思うでしょうね。マツコは、なんで私なんかね、こんな女優部門なんていただけると思わなかったわよ。女優部門じゃないですからね。そうなんですよね。ちゃんともう一回台本見てくれる。そうなんですよ。お笑い芸人部門ですから。そうですね、もうこのまま今年はとにかく、テレビの前の方たちとか、あともう全国も回ったでしょ。はい、そうなんですよ。全国も回っていて、もういろんな人をこう笑顔にできたかなと思うので、来年も変わらず、もうたくさんの人笑顔にして、あといろいろ私その今年はスターティンとか、ポーズがあったりしたんですけど、なんか新しいポーズだったりとか、もちろん新しいモノマネもたくさん見せていきたいなと思います。